自分が恐ろしいぐらいにお金に無頓着なんですよね。言われるだけだったらもう俺も返したいです返したいですよ、お金待っててくださいみたいな、今返せないんでみたいな。カップ麺うめーとかやってる方がなんか高級な食い物食べながら不幸せかっていう、その Ladies and gentlemen, welcome to North Village。ノースレッジの北里洋平です。ちょうど昨日ベトナムから帰ってきたんですけど、ベトナムにはガクさんとポーカー大会出るために行ってきました。向こうではなんだかんだポーカーのメインイベントの最終日から急遽ポーカー大会がキャンセルになったりとか、いろんなことが起こったんですけど、ポーカーが途中で中止になってもね、ガクさんと一緒になぜかガクさんが釣り道具を持って行っていて、ベトナムで釣りをしたりとか楽しい時間を過ごしました。まあ今回日本に戻ってきて、実はノースレッジ現在出版ラッシュです。ガクトさんのガクト配線機が出て、これも売れてます。ガクさんのこれまでの様々な炎上とかですね、騒動とかそういったものに言及しているんですけど、でもこれ別に全然芸能人の暴露本みたいなものをやりたかったわけではなくて、読んでいただければわかるんですけども、そういったいろんな炎上とか騒動とか事件とかそういったものがあった時にガクさんがどう向き合うかとか、そういったものが読んでわかるような、読み物としてもとても面白くて何度も読み返すことができるような本になっているので、ぜひ皆さんに読んでいただきたいと思ってます。全国書店で現在発売中です。来年の1月には窪塚さんの窪塚洋介人生攻略法っていうものが出るんですけど、1月の12日に発売なんですけれども、これも Amazon 等々で予約が開始しております。窪塚さんとはもうかれこれもう10年以上一緒に本をやり続けて、今回が放浪放尿放流言葉の言葉に続く5作目ですね。もうなんだかんだ2年に一度一緒に旅をして本を作るというシリーズがついに5冊目ということで、ものすごいいい仕上がりになっているので、窪塚さんが幼少期から、ゲームに攻略本があるように、人生にも攻略本というものがあったらそんなすごいことはないんじゃないかっていうことをずっと考えていらっしゃって、人生に攻略本って言ってもこうやれば誰でも成功するみたいなものがあるわけではないんですけども、窪塚さんはずっと早く幸せになりたい、早く強くになりたいとか、そういった気持ちがすごい強くて、攻略本のようなこうやればこうなるっていうのは答えはないんですけど、でも人生のヒントはありますよねっていうところで、窪塚さんが集めた人生のヒントがまとまった本になってます。そして直近で言うとですね、12月の15日に発売となる DJ 社長の本、好きなことで生きていくという本もですね、間もなくあと数日、もう明日かな、明日には発売となります。でこちらがですね、なんと Amazon の書籍総合ランキングで1位取りました。ありがとうございます。 Amazon の書籍の総合ランキング1位ってなかなか取れないんですよ。厳密に言うと1位に一瞬なるだけでは Amazon の1位って歌っちゃいけなくて、24時間を通して1位をキープしないと Amazon の総合ランキング1位って言えないんですよ。でこの本は無事24時間以上1位をキープすることができまして、 Amazon の書籍総合ランキング1位の本として書店に並びます。この本はですね、好きなことで生きていくという DJ 社長が一人語りをした、神回のような動画が、もう1600万回再生ぐらいされた動画があるんですけど、それを元にで、その動画の完全版、当時 DJ 社長が語ったことの、続き、そして今考えていること、そしてこれからやろうとしている本当のこととかもまとめて書いているんですけど、でこれも分かります。ほとんどの人、いや DJ 社長って思ってますよね。僕も思ってました。数年前まで僕も DJ 社長って聞いたら、ああなんか炎上系 YouTuber とか、あの髪の毛が青い人でしょうとか、あんまりいいイメージなかったです。わかります、僕もそうです。で僕らの世代が多分そうだと思うんですよ。そうなんですけど、僕もスタッフに言われてこの好きなことで生きていくの動画を見た時にめちゃめちゃ食らったんですよね。 DJ 社長が福岡でまだ何者でもなかった頃から、社長になりたい、 DJ になりたい、ドームに立ちたいっていうものを志して、みんなにアホかバカか死んでまえって言われるところから、どう DJ 社長が今の影響力を持つまでになったかっていうところが語られているんですけど、あそこまで人が言葉で喋りでその人の思いであったりとか情熱を伝えられるってなかなかできることじゃないなと思って、本当 YouTube の動画であそこまで震えたの初めてだったんですよね。もうそれを見た瞬間に、ああもうこの人の本にしたいと思って、ただ当時コロナでね、あの外も出れない状況だったんで、どうやってっていうところから、この動画でも紹介したかもしれないんですけど、海賊版を勝手に無許可で僕らで作った本を企画書代わりに渡して、でそれがなんだかんだ本人の手に渡って気に入ってもらって、それが公式海賊版として
一旦視聴者プレゼントにして、で今回もう本当に公式版オフィシャルエディションっていうのがオフィシャルですけど、っていう、まあ、完全版として本になります。この本はもう本当 DJ 社長に全く興味がない、ちょっと前までの僕みたいな皆様のような、DJ 社長ちょっと気持ち悪いとか、なんかこう炎上ばっかしてる人でしょとか、ああいう YouTuber とか嫌いとかって言ってる人たちにぜひ見てもらいたいです。ちょっと前にですね、ガクトさんとマレーシアで DJ 社と社長を紹介したんですよね。でおそらくガクトさんもね、あなんか YouTuber の人かっていう印象から入ったと思うんですけど、もう3人でご飯食べたらもうめちゃめちゃ意気投合して、ベトナムでご飯食べてる時ちょうど DJ 社長から電話があって、せっかく本で来たんでガクさんに直接手渡しに行きたいですって言って、ガクさんに電話を渡して、で、まあ、じゃあ1月か2月に一緒に会ってまたご飯食べようよって、その時にぜひ本持ってきてっていう話になって、ガクトさんにもとても響く人で皆様にも響くと思いますで、そんな本なのこの DJ 社長の本がですね、まあ、うちで Amazon の総合ランキング1を取るのはそれこそガクトの勝ち方以来なんですよね。まあそのぐらい今話題になってるんですけど、話題になってるがゆえに本当はここで皆様ぜひ今からすぐ Amazon に飛んでポチッと予約ボタンを押してくださいと言いたいとこなんですけど、在庫が切れてしまいまして、あの現在予約ができない状況です。Amazon も楽天も紀ノ国屋のオンラインも全部今在庫切れっていうことで、 Twitter 等々で本予約したいのにできないみたいな声があったりするんですけど、ご安心ください。もう盗撮と小泉で12月の18日ぐらいにすり上がって、おそらくそこから数日以内には書店とか Amazon とかに届く予定なので、発売後数日したらぜひ Amazon とか書店とかちょっとチェックしてもらえると嬉しいです。ぜひこの本手に取って読んでみてもらえると嬉しいです。この本は、まあ、作って終わりではなくて、この本が出てから社長ともこれをね、いろんなところに持ってっていろんな企画等々を考えてます。ぜひそれらもね、あの今後あのこの YouTube で発表していくと思うので、ぜひチェックしてみてください。そしてそして GACKT さんの映画、翔んで埼玉2も現在映画館でめちゃめちゃ放映していて、僕も見に行ったんですけど、1を超える面白さだったので、ぜひ皆さんにも見ていただければと思ってます。そんな感じでインタビュー動画どうぞ。すごい不思議なのが社長の金銭感覚、普通例えば福岡でヤンキーで道具で、まあ、ちょっとそういう成り上がるぞってなったりとかからスタートすると、お金にはより質的には本来であればできるだけ取れるものを取りたいとか儲けたいとかって思いそうなものなのに、はい、なんか僕が聞いた限りのその社長のあれで言うとほとんどそこ気にしてないような印象があって、これ途中で自分も気づいたんですよ。自分が恐ろしいぐらいにお金に無頓着なんですよね。それはなんとなく気づいてたんですけど、これ原因が最近自分でも自己解決できて、全く物欲がないんですよ僕。だからお金が手に入って欲しいものがないんですよ。だからみんなお金が例えば10万とか100万とか手に入ったら、そのお金でヴィトンが欲しいとか、家買いたいとか、車が欲しい、時計買いたいじゃないですか。けど僕時計全く興味ない、むしろいらないし邪魔じゃないですか、もう鬱陶しくなっちゃうし、服も高い服もう洗濯とかできないから、もうてか服物をなくしちゃうから高い服いらないんですよ。なくしちゃうものにお金かけれないじゃないですか。5万の服って簡単に捨てれないじゃないですか。500円の服って簡単に捨てれるじゃないですか。だから500円の服とか、あこれも昨日ベトナムで買ったんですけど、はい、これ1000円ぐらいやったよね。1000円これ1000円で買った服なんですけど、お金が手に入っても家も別に車も欲しくないから、お金で欲しいものがないんですよ。だからお金がに無頓着なんだろうなって自分で最近、お金に無頓着まで気づいてたんですけど、その原因は最近自分で分かるようになったんです。だから100万円あげるって言われて、何か欲しいもの買っておいでって言われた時に、昔からえ100万円で欲しいものなんてないよみたいな、わかります。1000万円渡されても、みんなだったらこの1000万円で時計買おうとか、欲しかったあれ買おうとか、シャンパンキャバクラで開けようとかって ならないから、どうしようみたいな、このお金なんですよ。だからお金稼いでるとモテるじゃないですか。だからお金稼ごうっていう気持ちで稼いで、モテたいからお金いっぱい稼げると、やっぱいっぱいモテるからいっぱい稼ごうって思ってるだけでっていう感じです。だからギャンブルも全くしないです。カジノとか、もうなんか昨日もシンガポール行ったんですけど、カジノやろうよみたいに言われても、いやお金が増えても減ってもどっちでもいいんですよね。そうか、そう、倍になったところでみたいな。そうです。なんかそこら辺で拾った石ころを渡されて、これが2個になって嬉しいですか、じゃないですか。なくなってもいらないじゃないですかっていう。昔初めてカジノ行った時は確かにその物欲とかがなくて、まあそういう場に行ってみたくて、はい、あそれは楽しい。僕もそうです。そうで、初めて買った時に数百万なんです。当時は20歳ぐらいだから、はいはい、すごいでかいんですよ。使い方が分かんないから、
ヘリコプターをチャーターして帰ろうって言うんで、で戻ったところに友達集めといて、そこの人たちをみんなおごるっていうのにして、はいはいはい、したらチャーターしたお金が思ったよりも高くて、結局お金借りておごることになるっていう。なるほどなるほど。でもお金ってついて回るじゃないですか。例えばこの前社長の動画か直接かは分かんないですけど聞いた話で、福岡でまだ何者でもない時にバーをやった時に、なんかその株を普通に働く人に半分あげちゃった。ああそう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 、炎上万博って僕の格闘技とかに出ていた、はい、あの岩田ってやつがいるんですけど、副社長だったんですよ、はい、で資本金全部僕が500万ポン出して副社長だったから、でも株って何も分かんなかったから、お前副社長だから半分持てよみたいな。でも当時500万を工面するって、はい、それ大変じゃないですか。あのまあイベントでバーンって稼いだお金なんで、あぶく銭感覚。いやどうなんでしょうね。いや500万は当時うわ500万やみたいな、その要は子供の時からずっとバイトしてたから、うんうん、500万やとはなるんですけど、うん、やっぱなんかその時は与沢翼とかめちゃめちゃ流行ってて、うん、ああいう風になりたいと思ってたから、うん、秒速で1億稼ぐ男みたいになりたかったんですよ。だからこの500万をどうにか増やしたいって思っちゃうんですよね、うんうんうん、あじゃあ稼げる男になりたいっていう気持ちはあったんですね。あもちろんです、はい、うん、モテたいっていうか、いや、うん、でも有名になりたいとかだったんですよ、うん、結局僕子供の時って有名になるなり方ってテレビに出るとかじゃなくてもう無理じゃないですか、うんうん、今みたいな SNS がないから、だから有名になるってなったらテレビ出る、で俺がテレビ出れる方法ってなんだってなったら無理くねって思ったんですよ。だってかっこいいわけでもダンスできるわけで歌うまいわけでもないし、そういう人たちがメジャーデビューとか歌うまい可愛い子とかがもうバンバンメジャーデビューしてやっとテレビに出れてるのに俺がテレビ出れるわけないじゃんと思ってたんですよ。と思ったら起業家が有名になり始めた時代だったんですよ。ホリエモン、孫正義で、それにつながってネオヒルズ族って言って与沢とかがすごい有名になり始めて、うん、あ有名じゃなくても、うん、歌歌えなくてもお金稼げたら有名人になれるんだ、これだ。だからお金稼ぎたかったってより有名になりたくて、有名になる方法がもうお金稼ぐ以外ないじゃったんです。 YouTube もない TikTok もない何の SNS もない時って若手社長すげえやつってなったら、あみんな構ってくれるんだみたいな、うん、あじゃあそれだそれだと思って、うん、でそこから YouTube 初めての人気になって有名になって人を沸かせるための手段として音楽っていうものが、そうですね、出てきた。いやもういろいろ考えたんですよ。有名人になろうって思った時に、うん、結局さっき言ったようにお金稼いで若手起業家みたいになれば有名になれるって思ってたんですけど、まあ詐欺とかにいろいろありながら失敗しまくって、借金6000万ぐらいになってみんなこう離れていって、もう体1個の借金6000万あるしどうしようみたいななった時に、ちょうどその時にインフルエンサーが現れだしたんですよ。ちょうどバインっていうのが流行ってて当時、うん、まだ YouTuber もなくて TikTok も Facebook も流行ってなくて、バインだけが流行ってたんですよ。でその時当時高校生だったゆきぽよとかブライアンとか大関麗華とかスカイピースなる前のテオくんとかがいて、高校生なのに人気なんです。コメントがいっぱい来てて、面白いとか言って動画上げたらフォロワーがいて、え有名人じゃないのになんでこんなにキャーキャー言われてコメントが来てフォロワーがいる、有名人じゃこれは一種のと思って、これならできると思ったんですよ。でバインを始めてツイッター始めてみたいな感じです。で走行してる間にガクさんのテキーラの一気みたいなのを真似してバズった。最初はあれ実は逆で、逆っていうわけでもないですけど、一番最初俺何ならできるだろう、みんな過激が流行ってた、その当時はコンプライアンスがなかったんで今みたいに SNS だから何してもよかったんですよ結構。なんでお酒一気飲みがめちゃめちゃ得意だから、うん、ちょうどその時ハイキングウォーキングっていうお笑い芸人がコーラを一気飲みして、あ、ありましたね、ゲップせずに山の線全部言って言ってたんですよ、うん、じゃあこれ俺テキーラ飲んでゲロ吐かずに山の線全部言うってやっちゃえと思って、ツイッターで30秒しか当時ツイッター動画貼れなかったんですけどやったんですよ。そしたらもうバーンバズって、で僕アカウントいっぱい持ってたからもうそれまでも全部リツイートかけて、でズラーンバズってそれ3回ぐらい繰り返したんですよ。で繰り返してたらその1年後ぐらいにガクトさんが誕生日会でテキーラ一気飲みしてめっちゃバズってたんですよ、ダーンみたいな。でテキーラといえば俺だろうと、テキーラ一気飲みはガクトには負けねえぜって言ってすぐ次の日やったんですよ。だからガクトさんのあのバズった動画がもちろんガクトさんの次の日だった動画が一番バズったんですけど、あれの前に実は3回ぐらいやってて、よく3回もやりますね。まあまあまあバズるためなの、はい、はい、有名なるためだったらもうテキーラ一気飲みも全然安いもんでしょうと。その先日の新年会やらされて、はい、二度とやりたくないと思いましたけどね。もう僕も二度とやりたくないです。でも当時6000万の借金で周りが離れてって、はい、その時は結構食らったんですか。いやあんまり食らってないんですよ。なんか落ち込むのって言われるんですけど、多分本人的にはちょっとは落ち込んでるんですよ多分。けどみんなが落ち込みすぎなだけで、なんか怒ることあんのって言われても怒るんですよちゃんと、うん、けどみんなほど怒んないだけなんですよ。わかります。そこまで重く捉えない。そうですそうです、うん、借金6000万もまあ死ぬわけじゃないですよ。だからみんな借金を重く捉えすぎなんですよ。あそれありますよね。だって借金しててこらーとか言ってナイフでこんなもん指ポーンとかされたらやめてくれってなるんですけど、今のご時世そんなことしたら向こうが悪くなるんですよ、うん、すぐ向こうがパン逮捕されて終わりじゃないですか、うん、じゃあ金返してしか言えないんですよ、うん、毎日毎日金返してしか言えないんですよ。
言われるだけだったらもう俺も返したいです返したいですよお金待っててくださいみたいな今返せないんでみたいなにしかならないんでよっぽど飛んじゃう方が人を怒らせると思うんですよ、うんうんうん、返す気ないじゃないですか。借金を初めて大きくする時の方がなんかやっべっていう気持ちありますよね。今は僕も億超えの借金はあるんですけど、はい、あるんですね、はい、もちろんもちろん麻痺してます。そんぐらい借りれるようになったかっていう。あ、僕もそうです。でも初めの出版社を立ち上げた時ってサラリーマンだったんで貯金全くなく5万ぐらいしかなかったんですよ。1600万借金してその1600万を3、4ヶ月で溶かしたんですよ。その時に初めてあ、お金なくなったっていう時に胃がキュッと、あ胃がキュッ、はい、ちょうど子供生まれて結婚もして子供も生まれて、はい、1600万ってこんなすぐなくなるんだ。僕もあの時思いましたもん。奥さんとかと焼肉イエーイとかって言ってたのが、はい、1600万ってこんなすぐなくなるんだっていうのがなくなったなんて奥さんに言えないじゃないですか一瞬。でも俺はそういうストレス体質に強いと思ってたから、はいはい、まあ、平気って思ったんですけど胃がキュッて、はい、キュッてなった瞬間あ、今胃がキュッとした。あ、やっぱ借金ってまあ、お金って使ったらなくなるんだなみたいなことをさすがにね、社長のその9億とか今の40億とか想像がつかないですけど。ああ、いや全然。でもケロッとしてるじゃないですか、はい、借りれるんだったら借りた方がいいじゃないですかって今ならわかるんですけど、はい、投資だったら やばくねみたいな。いや僕これもう本当に思ってるのがこのもう動画とかこういう話するとなんか借金9億円もあるくせに10億円もあるくせになんでそんな調子乗ってんだとか人に貸したりしましょうね。ああはい、その負け犬みたいな感じで借金記憶もあるってなってるんですけど、この教えって本当に良くないと思ってる。僕心の底から借金が悪とか悪いものとか負け犬、借金してる人は負け犬っていう考え方を日本の教育このまんま続けていったら本当に日本の若者とか今後未来マジで悪い方向にしかなんないよって思ってて、貯金を善として借金を悪とするみたいな。だって好きなことで生きていくってもうみんなが憧れるフレーズじゃないですか。別に誰もが YouTuber になるわけじゃなくて別に野球選手だろうがピアニストになりたかろうがバイオリニストになりたかろうが YouTuber になりたかろうがいいんですよ。なんでもそれって好きなことで生きていく、好きなことで仕事するとかってめちゃくちゃいいことじゃないですか。で仕事を始めるって必ずお金がいるんですよ。好きなことで仕事するからどんだけ幸せなことかって早くお金借りて自分の好きなことで仕事した方がいいんですよ。で好きなことで仕事してたら赤字でも幸せなんですよ。嫌いなことで仕事してたら黒字でも不幸せなんですよ。だからお金稼いで不幸せな人とお金赤字で幸せな人ってどっちがいいって言われたら当然幸せな方じゃないですか。かつ好きなことであれば本気になりますからね。そうです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 。だから貯金が1億円あってもう明日首くくろうかなどうしようかなって悩んでもう落ち込んでてうわもうどうしようってやってる人いっぱいいるんですよね、うんうんうん、もういっぱいお金は持ってるけど不幸せそうな人っていっぱいいるんですよ。でも僕なんてもうめちゃめちゃ楽しくうわーみたいな感じで借金今40億円超えようとしてるわけじゃないですかどっちが幸せなのさってあんだってカップ麺うめーとかやってる方がなんか高級な食い物食べながら不幸せかっていう人誰がどう考えたって幸せなことが大事じゃないですか、うん、だから成功してる失敗してるはどっちでもよくて、うん、幸せかどうかの方が大事 で好きなことやってる以上失敗してても幸せなんですよ、うん、失敗しちゃったってなるじゃないですか、うん、悔しい次につなげようみたいな。あと好きなことでやるって生きていくためにはでも好きなことって賞味期限があるじゃないですか、はいはいはい、それをやるのに3000万かかる。3000万貯めてからやる、いやそれをやりたくないことで3000万貯める時間かかるじゃないですか、はい、3000万貯金するなんて多分100年かかるんですよ。でこれまあ人によっては数年仮に5年10年でできるとしても、はい、5年10年後それをやりたいかどうかって分かんないじゃないですか。そうなんですよ。で今やりたいことって今が一番盛り上がってるから今一番力出せるのに、はい、でそこを借金っていうことなんで今できるっていうのはすごいメリット。そうっす。だってみんな普通に、まあ、僕の多分年齢とかみんな20歳とかじゃないですか。手取りなんて20とか25万とか30万じゃないですか、うん、月5万貯金するも3万貯金するも大変じゃないですか、うんうん、もう拍手ですよこんな貯金できたら、うん、5万貯金してるのを100ヶ月、うん、約10年間ぐらいやってやっと500万じゃないですか。10年後に500万貯めて初めて好きなことやるって、うん、この10年間って人生も戻ってこないんですよ。いや本当そうです。嫌な仕事で早く貯金できないからやってるってうちにもう事情が変わるじゃないですか、うん、いろいろと。いやその頃にはそれをそのお金500万や500万を使う度胸すらなくなっちゃいます。ああそうですね、うん、なんで早く借金して500万ぐらいパッて借金してパッて好きなことやって、うん、うわ溶けたって言ってまた500万かけてどっかから借りてまた500万借りてで、それが1000万になったら500万返せばいいじゃないですか、うん、ごめんねっつってありがとうって言って、うん、失敗して解けちゃったけどあと1年待ってみたいなでまたどっかからこれ借りてるかやればいいと思うんですよね、うん、このお金借りる能力ってすごい大事だと思ってて。好きなことだと唯一の魔法をうまくいくまでやるってことができますもんね。そうですね楽しいわけだからこれみんな家とかは3000万とかのローン組むじゃないですか。そうそうそう30年間ずっと払い続けたら自分の家になるって言って、うんうん、でも30年後に貯金して30年後に買おうねって言ったら
いや嘘だろってなるじゃないですか。じゃあ今お金借りてこの家に30年間住み続けた方がいいねって、これは理解してるわけじゃないですか。ずっと貯金して車買おうで、10年後に好きな車買うって言っても今乗りたいわけじゃないですか。その車に今その家に住みたいわけじゃないですか。だからローン組んで借りてるやってるわけじゃないですか。めちゃくちゃそれ同じことやってるのに、それは理解できるのにな。プライオリティが違うんでしょうね。そう、はい、家とか車とかを持つっていうことにはそういうふうにできるけれども、はい、自分のやりたいことをやるっていうことにはなぜかプライオリティが低くなっちゃう。はっきり思うのが、この家とか車とかに借金してやるより、家車より仕事に当てた方が絶対幸せなんですよ。だって家にいる時間何時間とか、車乗ってる時間何時間とか、それを褒めてもらえるのって何人かなってなるじゃないですかけど仕事って朝から晩まで仕事してるわけじゃないですか。言うたら月曜から金曜日まで仕事してるわけじゃないですか。ここが楽しいとめちゃくちゃ楽しくないですか。ギター弾くのが好きだったらギター弾いてお金稼げるってこんな幸せなことないですよ。ゲーム好きな人がゲームしてお金稼げるってこんな幸せなことないですよ。家と車やって嫌な仕事して、家帰って車で帰って家だって30分じゃないですか、1時間じゃないですか。明日仕事早いしって、また嫌な仕事して帰ってきて、でまた大好きなゲーム1時間より、もうそんなもう一日中ゲームしてずっとお金稼いでるのが絶対いいじゃないですか。まあこういうこと言うとゲームが上手い下手いとかって言ってくれるんですけど、別に下手くても稼いでる人なんて今いくらでもいるから、下手いのがおもろい人とかもいるんですよ。この狩野英孝とかだったり、はい。もしかしたら君は今時間がないかもしれん、お金がないかもしれん、技術がないかもしれん、知識がないかもしれん、もしかしたら今不幸かもしれん。でもそれはめちゃめちゃ貴重な尊い経験なんよ。でもね、君がもし将来もね、時間がなくてお金がなくて技術がなくて知識がなくて不幸だった場合、それはね、ただただ君の努力不足でしかない。たった一度きりの人生の価値を分かってない。いい、好きなことで生きていくってそういうことやて。好きなことで生きていくっていうこのフレーズ、結局どうやったら好きなことで生きていけるんですかって俺なりの答えがあるよ。夢を見るよ。けど現実と鏡も同じぐらい見るよ。そしてやりたいことのためにやりたくないことを一生懸命いっぱいやるよ。これが好きなことで生きていくためにはどうすればいいんですかっていう答えなんよ。Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.